真っ白なんだ。見えなくなっちゃった。おじちゃん待って、見えない見えない。あ、いた、見えた見えた見えた、うん、見えた。どこ？もう右下って、あ、止まってる止まってる。あ、ここなんだ。なるほど。すごいですね。明け方はあのさっきのテントからこの車にあの近寄ったんで。あ、本当ですか。全く見えなかったこの車。だいぶマシになってきましたよ。こんにちは、カパパです。いや、ここはですね、まあ、簡単に言うとあの会津若松の東の方の山で背炙り山ってあるんですが、まあ、そこのキャンプ場に来てます。こう無料なんですけどね、非常にあの整備されて、いいとこです。今日はね、僕らも含めてね、多分俺とカムママしか泊まんないと思うんですけど、まあ、こんな感じでキャンプをやりたいと思います。ここ設営。いや、すんごい強風。ちょっと40分ぐらいかかっちゃったんですけど、まだ何も荷物入れてない段階で、テント張ってみました。ちょっとね、ここのキャンプ場来てみたいと思ったんですけど、平らなところが 2,3 箇所しかないんですよね。常にどっか斜めってるんで、まあ、とりあえず僕張った場所はですね、駐車場からもう歩いて10歩ぐらいのところですね。とりあえずこの天気、まあ今雨は降ってないですけど、風がすごいんで、もしかしたら食べるのも全部中になっちゃうかもしれないんだけどね。ちょっと雲がね切れました。眼下にですね、これ猪苗代湖ですね。やっと見えたね。ということはこちらの番組さん、大体こんな感じになってます。いや、これね、今中から撮ってるんですけどちょっとね、キャノピー上げてさっきやってたんだけど、とても強風とね、まあ寒さはね別にあれだけど、強風がね半端じゃないんで、とりあえず全部シェードは閉めて、まあツーリングドームの、これツーリングドームじゃない、なんだこれ、アメニティドームかの S、 まあ2人だったらそれなりにまあ使えるんで、とりあえず中にですねピクニックシートを敷いて、こんな感じで作ってます。よし、すぐでも調理できる。じゃあ敷いておくよ。うん、お願いします。個人的には嫌いじゃない。これね、買って使ってないの忘れてた。
お、なかなか美味しそうではないかい、うん、じゃあ乾杯、いただきます。でも冷え冷えじゃないところがいいね。ビールぬるいね。寒いから冷えてたら辛いよ。スパゲ。なんかいいね。うん、感じいい感じ、ね。うん。どれどれ。よかった。いただきまーす。うん。うん。いいじゃん、これ箸で食うところうまい。うん。うまいね。うん、うまい。ちょうど2時5分、うん、いいよ、こん中で十分だよ、ね、ちょっとね、飯食って1時間半ぐらい昼寝したんですけど、全然天気が好転せずというか余計悪くなってるような感じなんで、どうすることもできないですね。とりあえず雨降ってないことだけが救いみたいなもんなんで、今のうちトイレでも。しかしすごいね、ここも。おやつ、どうぞ。はい、いただきます。うん、決めて、ちょうどですね、今5時20分ですね。相変わらずですね、外は暴風であんまり見通しも良くないし、まあ、ちょっと今アメニティドームの中でですね、停滞してます。まあ、せっかくなんで使ったことない道具をですね、ちょっとこの際使ってみようかなと思うんですが、ちなみにこれですね、これはあのエヴァニューのチタンポットですけど、まあ、これは、まあ、これもあんま使う機会ないんですが、要はこの中身ですね、中ね、これあれですね、まあ、開封動画をやったんですけど、その後使ってないエヴァニューのチタンのアルコールストーブですね。ちょっと今回ね、これをちょっと火入れをしてみたいなと。これね、あの火が入ると、まあ、チタンブルーに焼けるんですけど、まあ、そういうことで使ってないんで綺麗なままですね。まあ、これでですね、今日ね、コーヒー紅茶等をですね忘れてきちゃったみたいなんで、すごく何お湯沸かしていいのか分かんないんですけど、とりあえずこう卵があるんで、まあ、ゆで卵でも作ってみようかなと。まあちなみにこれね、500のポットでこうして、こうしてこうか、うん、では早速、
で卵って水からやんの？水からでも沸かしてからでもいいんだけど、沸騰してから8分で半熟。いやーすごい軽くだな、やっぱり。卵、うん、卵いいんだね。もう一個入れちゃおうか。2個。火力だね。うん、火力がすごい。俺すごいよ。アルコールストーブ界最強。うん、ただ燃費も悪いよ。そうなんだ。うん、軽いしいいね。軽めっちゃ。オールチタンだからね。だからウルトラライトなんかに凝ってる人はこっちで使うんだけど、俺はそこまで凝ってないんで。ちょうど7分ぐらい、メモリはね、真ん中のメモリだったんですけど、7分ぐらい燃えてくれましたね。タイマーより今1分ぐらい早いんですけど、とりあえずまあ燃料尽きちゃったんで、なかなか面白い、おもちゃですね。うわ、いい色。いいね。うん、もうさすがチタン、もう全然熱くない。もうすごい歪みもない。すごい素晴らしい。さすがエマニュエル。